鴨神社は、宮城県仙台市泉区、古内矢田市にある神社、下、鴨、上鴨の西社が並立する形式をとる。仙台繁華神、古内市の屋敷跡にあり、当地に潜入する前の名称から、正様、社殿の色から、赤神様とも呼ばれる。泉中央副都心の西にあり、境内の北側を七北田川が蛇行しながら、投流している。 この七北田川と七北田丘陵に挟まれた狭い菓子団級の際に境内はあり、西に上賀茂、東に下茂の両者が並んで南東を向いて鎮座している。下茂神社の正式名称は、茂の御祖神社。祭神は、茂竹津のの命と、ただ、下茂より姫の二柱。地元では、東の宮と呼ばれる。上茂神社の正式名称は、茂明一かの神社。 分け一命を祀る。地元では、西の宮と呼ばれる、鴨神社の拝殿前にある、八田烏神社その他、八田烏神社も境内に所在する。住所の小技は、当地に遷宮する前の当社の名称から正しとなっているが、大技の古内は、当地が古内市の領地であったことと関係している。古内氏の中では、古内島義女が著名で、仙台藩四大藩主。 伊達つ村の時の国老であり、1671年の漢文事件では人情沙汰の現場に居合わせたものの、中で唯一の生き残りとなった。1673年に43歳で没し、島の屋敷前の次元寺に葬られた。当社は、島の屋敷跡に建てられたものである。塩釜神社の神職が、道の区国宮城軍理府村の中尾と小賀島。 一にあった自らの屋敷内にただすぐうを呼び、きふねぐうを祀っていたが、このただすぐうが、現在のかかも神社の近元とされている。後に、きふねぐうは、塩釜神社境内に移され、1607年にはただ、すぐうの宮も塩釜神社境内に移された。仙台藩第三代藩主、伊達綱宗が、伊達騒動ですでにこの綱村に家督を譲っていたものの、1663年に、 塩釜神社の修造を行い、ただ、すぐうときふねぐうは、塩釜神社境内で遷宮された。仙台藩第四代藩主、伊達綱村による、塩釜神社の修造の際には、ただ、すぐうときふねぐうは、塩釜神社の外の別々の地に遷宮されることになり、1673年に、没した古内島の屋敷跡である当地に、1696年に、ただ、すぐは、 下鴨神社として遷入した。同時に、上鴨神社と八田烏神社も誕生された。ドンと祭りの時には、裸参りも行われ、周辺道路が交通規制される。鴨神社の色はもみ自動車の南側にある7北田丘陵には、中世の城石の町名館があり、周囲の丘陵部は鴨団地として開発されている。門前の道、3は 七北田川南岸沿いに泉が竹登録に至る道で北岸沿いの宮城県道35号線塩釜線と共に七北田川沿いの主要道であったが宮城県道37号線台北環状線等が完成してからは裏道になった。同社の門前には長明沼から流れ出る水路を挟んで臨在州の聖徳山樹源寺がある北山御山の一つである四福寺の松寺である 同時は古内島義女が1655年に死んだ母を葬るために建立したものである。次元寺という名称は島の父の法名に由来する。ありがとうございます。